ダリン・アースタッドはアメリカ合衆国のオスダコタ州出身の元プロ野球選手。左投げ左だ。1995年にドラフト一巡目当時外野にはジム・エドモンズ、ティム・サーモン、ギャレット・アンダーソンの3人がいたためレギュラー獲得は容易ではなかったため、1997年は JT ・スノーの後釜として一塁のレギュラーとして139試合に出場。打率。 299,16本塁打、77打点、23盗塁という好成績を残した。しかし、一塁と指名打者を務めるセシルフィルダーの加入に、伴い1998年は、左翼と一塁を守ることになった。8月4日から8月19日にかけて、メジャー初の故障者リスト入りを経験したが、本塁打と打点で、自己ベストを更新。また、 オールスターゲームにも初めて選出され、シーズン終了時の MVP 投票では14位につけた。1999年は、モーボーに一塁一種が加入したが、故障がちで、指名打者での出場が多く、それに伴い一塁と左翼の守備に半々ずつついた。打撃では、打率が急落し、本塁打、打点などでも数字を大きく落とした。 エドモンズのセントルイスカージナルス遺跡やボーンが一塁で出場し続たことなどから2000年以降外野手に定着し2001年にアンダーソンと入れ替わって左翼から中堅へコンバートした2000年は開幕から絶好調で4月に48安打を放ちダンテビシェットが1998年に記録した4月の月間安打記録47安打を更新し132試合目で シーズン200本アンダーを達成し1935年に、上目同一区が131試合目で達成して、以来の速さで達成した。 最終的にメジャー歴代12位の240安打を放ち、史上初めて一番打者として100打点を挙げた。自身二度目のオールスター選出に加え、MVP 投票で8位につけた。外野手として、シルバースラッガー賞とゴールドグラブ賞を同時受賞し、7月24日のレンジャーズ戦では、外野手として、メジャー対記録となる1試合12視察を記録した。 打率は1割以上も上昇し、アースタットの上昇率は400打数以上の選手の中では歴代6位にランクした。2001年は打率が250台に落ち込み、自己アースとの113三振を喫するなど期待を大きく裏切った形となってしまった。2002年は多少を持ち直したものの2000年には遥かに及ばない成績だった。しかし外野手として 自身二度目のゴールドグラブ賞に輝いた。6月15日に球団史上6人目となる通算1000本安打を達成し、8月3日には2006年までの4年契約を結んだ。2003年はシーズン途中で膝の人体帯を痛め故障者リスト入り、8月6日を最後にそのまま復帰できずにシーズンを終えた。この当時のことをアースタッド本人は、 走れなくなってしまった。あの怪我が僕のすべての動きを制限した。と語っている。その後球団は、ブラディミール・ゲレーロとホセギ・イエンの二人の外野手を獲得し、アースタッド自身膝に古傷があり、外野は体の負担が大きいため、中堅手から一類手へコンバウトとなった。2004年は一類手でゴールドグラブ賞に選出され、 史上初めて外野手と内野手の2つの守備位置で受賞した選手となった。打撃成績は低いレベルに止まった。2005年は三振が4年ぶりに100個を超えるなど、打撃成績こそ前年よりやや落ちたものの、5月28日から6月22日にかけて、球団史上5番目に長い21試合連続安打を達成している。 前年より守ったイニング数が多かったにもかかわらず、前年と同じく失策が4だった。2006年はゴールドグラブ賞を2度獲得したガイアに守備位置を戻し、再起をかけることになった。球団史上3番目の長さとなる10年連続で開幕で先発出場した。しかし、右足首の故障で2度 DL 入りし、9月2日に戦線復帰したものの、 たった4打席に立っただけでシーズンを終えてしまった。結局、自己アーストとなる40試合の出場に止まり、打率、221、0本類打5打点、1盗塁という散々な成績に終わった。4年契約を満了し、同年オフに FA となり、2007年1月にシカゴ・ホワイトソックスと1年契約。しかし、結果を残すことができず、2007年オフに、 初のナショナルリーグ在籍となるヒューストンアストロズに FA 移籍。2009年を最後に現役を引退し、現在はビッグ転換ンンファレンスのネブラスカ大学の野球チームで打撃コーチを務めている。外野手として2回、一類手として1回、通算3回のゴールドグラブ賞を受賞しており、ゴールドグラブ賞を複数ポジションで獲得した史上初の選手となった。後に、 プラシド・ポランコが二人目の複数ポジション受賞者となっている。ありがとうございます。